わとわとレディオではトレディオパーソナリティのチャン小松です。今日2回目の、ワトレディオ始まりました。ですね、朝はですね、あの白石麻衣さんっていうですね、クリエイティブエージェンシーをやってる方で、子育てもしながら仕事もしながらっていうパワフルな女性に、登壇いただいて、結構いろんなトークを、話してもらったんですけども、続いてはですね、また別のスペシャルなゲストがいるっていう、そんな感じになってますが、まあ、その前にですね、一応ですね、また太陽と星空のサーカス主催を務めているですね、菊池さんという方がいらっしゃいまして、今その人がですね、一番星ビレッジっていう、市原の方にあるですね、キャンプ場がですね、プロデュースしてるんですね。でそこのキャンプ場と今、電話をつなげているので、その方とちょっと電話でお話ししてみたいなと思っています。一応ですね、そのつながるまでの間にちょっとワトレディオのことだけ話したいなと思ってるんですけども、ワトレディオはですね、私パーソナリティがチャン小松が、いろんなイベントにですね参加して、こうやってトークブース構えて喋っているような、そういうコンテンツでして、一言物をワトワしていく、まあ、つなげていく、そんなラジオ的な、トーク番組になってます。でこのトーク番組はですね、最終的にですね、終わったら、後ほど YouTube の方にアップさせていただきまして、皆さん、気になるものがあったらまた見返してもらえるような、そんな感じになってます。はい、なんか先ほどすごい暖かかったんですが、ちょっと曇り空になってきまして、なんかちょっと涼しくなってきた、そんな感じの中、やっております。あくまでトークショーというよりは公開収録しているラジオ番組と皆さん認識いただきまして、ブースでいろいろワークショップしていただいたりとか、お買い物とかですね、ご飯食べたりとか、楽しみながら、うっすらと 10% 20% ぐらいの力で気を抜きながら聞いておいていただけたらなと、そんな風に思ってます。はい、それでは、今一番星ビレッジ繋がってるんでしょうか。ちなみに菊池さん取れますか。もしもーし。お、声でか。一番星ビレッジの丸山です。丸ちゃん声でかいね。はい、どうも。声で、あとですか。うん、声でかくてきちゃった。今東京穴掘ってるんで。うん、穴掘ってんの。ちょっと待ってくださいね、東京に変わります。穴掘ってるらしいですね。はいはい。あ、菊池さん、お疲れ様です。聞こえますか。聞こえますよ。菊池さん、穴掘ってるんですか。穴ね、絶賛掘ってるよ。キャンプ場オープンに向けて。なるほど。人型みたいなこといっぱいしてる。菊池さん、ちなみに、もうこっちも大盛り上がりですよ。今日お客さんやっぱ土日だから、ニコタマすごい人多いですね。こっちね、どんなすか。壮大な草原と、はい、牧草しかない。そうですよね、牧草、通常牧草地帯なところを、キャンプ場としてオープンされるんですもんね。そうですね、やっと今年で3年目で、ちなみにその広さって大体どのくらいあるんですか。広さはね、東京ドーム十何個分以上、もう分かんないぐらいですね。うん、そうなんですよ。今日も今年もね、たくさんのお客さんがゴールデンウィークからいらっしゃるので、はい、なんか聞いたところによると、まだオープンしてないのにもう4000人ぐらいの、予約が入ってるって聞きましたが。そうなんですよ、そのために、穴掘ってます。穴は何用穴なんですか。ね、今炊事場もね、去年に、ね、比べてね、倍以上に拡大しようとしてて、はいはいはい、ライブ用の、あんまり意味ないんだけど、うん、穴掘ってるって言った方がいいかなと思って。あ、そうですか、意味ないですか。本当はね、今ね、車の中でゆっくりしてるんでね。嘘つかないでくださいよ。あ、でもね、間違いなくキャンプ場にいます。なるほど。どうやって伝えればいいんですかね、これ。もしかしたら俺、二子新地とかにいるわけじゃないですよ。はい。そんなだったら出ましょうよって話ですよね。来てくださいよって話ですよ。あとで伝えたいんで、はいはいはい、どうにか小鳥の声を、伝えますよ。ああ、なるほど、ありがとうございます。ちなみに、オープンいつからでしたっけ。オープンは、5月1日からとなります。5月1日から、あと、8月の30まででしたっけ。そうですね、8月の末日までですね。はい、もうすっごい広々とした気持ちいい空間で、あれますよね、ツリーハウスとかあったりとかね。そうですね、夜になるとなんかいい感じのライブがあったりとか、焚き火やったり、焚き火やったりね、ツリーハ
ハウスで子供たちと一緒に遊んだりとか、うんね、また二子玉川もすごい最高ですけどね、本当にね、間違いないです。今ね、そんなにこっち人いなくて結構寂しいんだよね。あ、これ皆さんの声聞こえていいんですか？え、皆さんに聞こえてますよ。あ、そうですか。もうテント中の人に、あの、ニコタマ中の人に聞こえてます今。あ、本当ですか。一番虫びれっちからこんにちは。ねえ、あの、皆さんも、あの、菊池さんっていう、はい、あの、なんかね、すごいすごいね、いいおっちゃんなんで、あの、皆さん会いに行ってあげてください。5月1日からオープンということで、はい、待ってます。っていうのもありつつですね、あの、はい、今日の、あの、スペシャルゲストなんですけど、あの、はいはい、ね、あの、僕も昔実は、お会いしたことは何度もあった方なんですが、菊池さんを通しての再会した、はいはい、方なんですよね。そうなんですよ、ね、え、誰だろう、誰だ、楽しみだな。こんだけ仕込んどいてみたいなね。いやいやいや、びっくり、キャンプ場で、仕事してて、まさか、こまちゃんから電話来ると思わなかったから。いや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 、ちょっと結構今すごいね、俺もバタバタしちゃってるんだけど、すいません、急に電話しちゃって、うん、ちょっと、あの、タモリさん の、 あのテレフォンショッキングみたいなことしたかったんで。いや、いいね。そうなんですよ、ね、やっちゃいましたよ。いい街ですよね、本当に。いい街ですね。自分もね、あの、これから来てくださるゲストの方もね、今日ゆかりのある地であって。ゆかりのある。もう、二子玉川が大好きです。大好きですか。うわー、入れないのが残念ですね。今から行こうかな。来てください、もう。はい、ね、あの、ドライブしながら電話つなげといてもらって。でも今、あの、この牧草地帯と二子玉川のすごいアーバンな、ギャップにちょっとあたふたしちゃうかもしれない、もしかしたら。そんなすか、もうあれでしょ、泥だらけなんでしょ、泥だらけね。いやー、なんかその泥だらけの感じもね、なんか子供たちのワークショップにしたら面白そうですけどね。ね、いいっすよね。これずっとこんな感じで話してて、なんか終わってたりしない、大丈夫。もう、あの、登場しないみたいな。新しい、それ新しい、新しい、うん、さっきね、そのゲストのお子さんに挨拶しに行ったらね、完全に、はい、泣かれちゃいまして。本当ですか。完全に泣かれちゃいました。あの、ハンジが出演とかもお願いしようかなと思ったけど、あの、泣かれちゃってビビられちゃったんで、はい、もしかしたら、まあ、ちょっと時間ね置いてね、あの、もう一回チャレンジしてみたいなと思うんですけども。そうだね、ということで、もう、あの、さっきからゲストゲストって言ってますけども、あの、紹介しちゃっていいですか。はい、お願いします。はい、それでは紹介させていただきたいと思います。今回のゲストはですね、あの、プロスケートボーダーの、あの、岡田慎くんになります。はい、よろしくお願いします。慎くん大好き。超好き、しんくん。どうも、こんにちは。こんにちは。僕もきゅうくん大好きだよ。元気。あー、元気。元気だね、きゅうくんはいつも。こっち大自然。いや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 、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、まあ、まず、あの、ね、もう菊池さんが、まあ、今僕の事務所と菊池さんの事務所が、まあ、同じところにあるっていう理由で、ね、しんくんがたまたま菊池さんに連れられてきたところで、まあ、ばったりっていう感じだったんですけど、もともと菊池さんとしんくんの馴れ初めというか、なんか、いや、ね、もうまさにね、きっくんとの出会いはここ二子玉川で、そうそう、ね、あの、僕たちもともとここら辺が地元なんですよ。なるほど。はい、で、あの、まあ、僕さっき紹介してもらった通りスケートボードっていうのをやってるんですけど、中学の時にね、本当にそこの246のバイパスの横に、あの、みんなでスケートボードのセクションっていうのを自分たちで作って、スケートボードの練習をしてた時に一緒にいたのがキックなんですね。なるほど。あの、飛んでなんかスライドしたりとか、ああいう、そういうセクション。そうです、そうです。なるほど。そうです。懐かしい。その時に、あの、二子玉川でスケボーしてる時に、もうむちゃくちゃ上手い人がいて、なんでこんな上手い人っていうのは、同い年で、しんくんだったんだよね。ありがとうございます。もうね、桁が違かったの。へー、あ、そうですか。俺とかちんちくりんだから。あ、菊池さんもスケボーやってたんですか。やってたよ。いやいや、なんか、あの、菊池さんのなんか、あの、いつものファッションがスケボーやれなそうだもん。あ、
か、できたら、あれだよ。うん、大体ね、いつもスポンポン、スポンポンだから。うん、一緒に喋る？あ、菊池さん、あのね、もう友達が来たよ、キックの友達が、うん、友達が来ましたよ。お名前は？田中元春。田中元春。田中元春くん。元春くん、何歳？こんにちは。6歳。6歳。6歳です。なんかそっち楽しそうだね。菊池くん。菊池くんはっつってるよ。菊池くんね、今ね、あの箱の中にね、今隠れんぼしてんの。あの箱の中。ひのみちゃんを探せたらね、すごいぞ。うん、すごいって。どっかにも隠れてるかもしんない。どこにいんの？どこにいんの、菊池くん。菊池くん、声だけ聞こえる？声だけ聞こえるね。声聞こえる？うん、どこにいるんだろう。どこいるのって。あのさ、今言ってる人が菊池くん。なんか今言ってる人が菊池くん。そう、言ってる人が菊池くんなの。そうそう、今ね、喋ってるのが菊池くんで、うん、菊池くん今ね、あのね、キャンプ場にいるの、今。キャンプ場って屋上？キャンプ場はね、ね、そうだ、違うね、ちょっと、ね、惜しい。惜しいな。でも、外だよ、うん。ね、あそこ？あ、それも惜しいけど、あそこからなんかもうちょっとあと70キロぐらい先かな、もしかしたら。70キロぐらい先かもしれない。菊池くんね、ちょっと遠いところにいんの、うん。遠いところからね、声だけ飛んできてんね、今ここに。あれかな、声だけ聞こえるからびっくりして今来たのかな。そうそう、あのね、その質問しにわざわざステージの方まで上がってきてくれたの。そう、ほんと。じゃあ、キャンコ松とシンくんからなんかね、プレゼントあると思うから。おっとじゃあね、後でね、なんかね、後でね、うん、じゃあ菊池くんにじゃあバイバイありがとうね。超可愛いね。いや、めちゃくちゃ可愛いね。ちょうどね、なんかワークショップした後の、なんか今ね、新聞紙で首輪とかね、ベルトとか作った後でね、来てくれてましたね。本当。うん。いいね。いや、もういきなり出演してくれると思う、もう最高ですね。なんかこういった、太陽とそらのサーカスの世界観をやっぱキャンプ場でもやりたいと思って一番募集で来てね、作ったから。ねえ、ね、いいっすね。皆さんにもね、うん、いただけると。いや、そうこれは見ていくし。で、そこで話戻すと、戻しましょう。戻しましょう。戻しましょう。話戻すと、俺がそこで二子玉川で教えるときに、むちゃくちゃ上手い人がいて、まだね、多分しんくんも俺もね、うん、中2とか。そうだね、中2、うん、中2ぐらいだね。中2でめちゃくちゃ上手かったんだ。うまかった。そこでしんくんと出会って、で、そこからまあシン君は、まあ、これから多分シン君の本当にスケートボードっていうものに対するいろいろな思いだったりとか話っていうのはちょっとぜひ後で聞いていただきたいなと思うんですけど、再会したきっかけがちょうど自分もこうやって、まあ心は子供なんだけど大人になって、本当に子供心でどうなっちゃったのかなっていう感じの、おじさんなんですよね。コナンの逆バージョンだよね。逆バージョンなんですよ。本当に体は大人、うん、頭脳は子供みたいなどうも菊池さんですみたいなね。なんかずっと話してたよね。ちょっと待って、ね、キック、迷子のお子さんが迷子のお子さんがですね、今太陽とオスラサーガス、はい、ステージの方に、来ております。迷子のお子さん、服装はですね、頭に麦わら帽子かな、になんかオレンジとブルーと白のしましま模様があって、あ、いたよかったね。よかったね。今俺キャンプ場で探してたんだよ。いやそっちじゃないでしょ。そっちじゃないでしょ。よかった。本当ね、よかった。キャンプ場で今森の中でみんなで探そうとしてた。みんな探してた。そっちは、そんな離れないと思うよ。お母さん。いくらなんでもお母さん、そんなところで行かないと思うよ。ほら、俺がさ、こうやって喋ってたら、行きたいと思って行っちゃったかもしれないじゃん。どうしたの？どうしたの？あ、菊池？お！菊池？菊池さん？あ、元美。特別ゲストです。え？元美の子供が迷子？そう。いや違う、今のさっき出ても元春って言ってたのが俺の息子だったので。なんだよ、これよくわかんねえな。あ、ごめん。また待ってじゃねえよ。むちゃくちゃ面白いね。今日いいっすね。菊池くん。
話戻していい、あの写真撮りたかったんだけど。写真撮りたかったんだって、うん、キャンプ場、キャンプ場で 撮ろうか。また今度だって。また今度撮ろうね。あとで、あのこの人2人撮ったから、うん、あのね、うん、この人2人撮られましたんで、あとで菊池さんに送ります。はーい。おれーな、ありがとう、ありがとうね。うん、あのスケートボードの話。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。いやー菊池さん、はいはい、さすがぶっこんできますね菊池さん。スケートボードの話、ええ、あ、しましょうか、しましょうか。やっちゃいましょう、やっちゃいましょう、スケートボードの話、ね、あの、はい、話戻していいよ。戻しましょう、戻してください。はい、はい、うん、あの子供の心持ちながら大人になりました、はい、そして、うん、映像の演出家として、うん、Facebook っていう、ね、ネットワークの、うん、Facebook のCM ね、そう、菊池さんがね、うんうん、菊池さんがあの Facebook の CM の監督やってるんですよね、うん、その時にね、うん、あのぜひやっぱり自分もスケーターがルーツだったりとか、うん、なんかこういろんな思いもあって、なんかスケーターの方に出てもらいたいなと思った時に、うん、なんとしんくんが、うん、あのスペシャルでね実は出演してくださって。あれ出てたんですか。出てましたね。あらららら ら, ら、はい、僕ねうちテレビがないからね、あの誰かの家でちらっと見たことがあるかもしれない。そう、ね、ちゃんと、まあ、家ないんですよ、誰かテレビください。いやね、でもね、あれも結局あのキックンと僕の間に共通の知り合いがいたから、うん、そう実現した話で、そうなんです。あ、じゃあもうそれもすらも結構久しぶりの再会だったんだ。いやもうキックンとはだからその中学校の時、その、うん、それこそ双子のバイパスで滑ってた以来の再会だったよね、うん、あ、そうなの。そう、そこでね、すげえ嬉しくて。うん、それ嬉しいね。その後かな、一緒にまたしんくんとすぐご飯食べたくて。うん、そう、うん、行ったね。で、一緒にね、やっぱまたしんくんのそういうスケーターとしての活動だったりとか、さまざま聞いて、うん、またグッと来ちゃって。グッと来るね。今こうやって、グッと来る、うん、グッと来ちゃって、うん、そう、そこでね、なんかまたしんくんと一緒に、俺もやっぱスケー文化にすごい恩返ししたいってさ、うん、そう、それのもいろいろ話してると、やっぱしんくんがやってた日本のこのスケートカルチャーにもたらした影響ってすごくて、うん、そこが今俺たちもね、あの子供の心を持ってあの大人になったけど、うん、あのなんか一緒にね大人としてね、なんかやることってあるんじゃないかなと思って、うん、すげえ真面目なこと言っちゃった。真面目ですね。木越さん大丈夫ですか、うん、今日熱あるんじゃないですか。それぐらいにやっぱね、自分の中でもなんかすごいスケートが起きて、スケートイコール日本のスケート文化ってやっぱり岡田真だと思っていて、うん、かー、もう、いやレジェンドですね、そのでも、うん、まあそうね、でもね僕はほら、スケートボードだけでずっとこう、うん、まあちっちゃい時からね、それこそまあキックンと一緒で、うん、まあ、子供のまま大人になってきて、うん、やっぱ久しぶりにキックンに会ったら、まあキックンはキックンでこう、映像の方で、うん、やっぱりすごくやっぱりいいものを作ってて、うん、なんかそういうなんか元が一緒なんだけどお互い得意なものが違うっていうところで、うん、やっぱちょっと共鳴したというか、うん、でまあ、僕もやっぱスケートボードやってる以上、うん、まあ、もう今年で38なんで、うん、まあ、いつまでできるかわからないし、うん、まあ子供も生まれて、うん、やっぱり、ね、この子たちに何か残したいし見せたいし、うん、自分が好きでやってきたことをね、うん、何かそういう時に一緒にこう外に向かって表現するっていうことができないかなって僕自身が思ってた時に、やっぱりキクちゃんみたいなそういう映像武器にこういろんなもうマスに対してね、いろんなアプローチができる人と再会できたっていうのは、まあ僕の中ではすごく大きかったし、うん、まあそうだよね、嬉しいよね。いや素晴らしいですね。なんか俺もパパでなって、しんくんもねパパになって、それでなんかこう
38のになる俺たちがこう、うん、何が絶対できるはずだと思っていて、うん、やっぱりシンクに今回こうやって二子玉川でのこの、うん、何が伝えてサーバス、まあ、含めてこの縁日に出てきて、なんかこうトークショーワークレディオン出ていただきたいなと思ったのって、やっぱこの二子玉川がつなげてくれた、うん、二子玉川って街がやっぱ俺とシンクをこう電話してくれて、まあ、ここでちょっと今俺電話になっちゃってるけど、うん、再会する場所みたいな形で、まあ、このトリビューを通じて、うん、できたらいいなっていうのもあったりとか、うん、これから本当にシン君とまだまだいろいろちょっとアナウンスまだできなかったりするんだけど、うん、結構そのスケートを通じてね、いろいろな表現手法だったりとか、はいはい、いろいろな表現手段を持っていろんな方々にやっぱアウトプットしていきたいなと思っています。おー、そうということはなんかしたいね、あ、菊池さんなんかやるってことですねこれね。やろうね、やろう、やりましょうやりましょう。いやいやいや、もうあとは、ちょっとどちらかというと、うん、しんくんにすごい今日話してもらいたいなと思ってたのが、うん、やっぱりしんくんがスケートボードと出会い、うん、こう、まあ、世界デビューまで果たしたやっぱ超、うん、もう大事な日本のプロスケーターなので、うん、そういう生い立ちっていうかサクセスストーリーみたいなのを、うん、やっぱ子供たちにもなんかスケートボードでも絶対みんな全部つながれるし通じるものだと思ってるんで、うん、知りたい、そういうものがこう、うん、なんか話してもらえたらなと思っています、うん、いやぜひですね、それ話聞きたいですね、わ、はい、かりました。そろそろ俺、うん、日が暮れてきちゃうんだよな。そうだね、穴掘り再開してもらってですね、5月1日から始まる一番星ビレッジのオープニング間に合うように、菊池さん頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。はい、それでは市原の一番星ビレッジから菊池さんでした、ありがとうございました。しんくん大好き、菊池さん大好き、いや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 いとんだ子供ですね。いや、とんだ子供ですね。まあ、あんなだけどすごいからね、うん、すごいっすよね。仕事のスキルはもうとんでもないからね、ね、ね、結構皆さんが見られたことのあるCM とかですね、PV とかね、PV とか、うん、ミュージシャンの PV とかね、結構やってらっしゃる方なんですよね、うん、多分絶対1回は見たことがあると思うね。絶対見てますよね、うん、名前出していいか分かんないけど、うん、言っちゃおうかな、言っちゃった方がいいんじゃないですかね、うん、エレファントカシマシだとか、はい、ね、アイコニックとか、青山テルマーさんとかね、もう一番すごいとこ言っちゃうと、ブリトニー・スピアーズ、アメリカの、女性のロックシンガーのブリトニー・スピアーズの PV ね、うん、はい、映像監督としてやられてるような、そんな方なんね、方が今キャンプ場で穴を掘ってたという、ね、穴掘ってます。そういう中継だったわけですね。そんな中継だったわけですね。穴を掘ってるのを中継する、ね、そんなコーナーでした。なんやねんなんやねんって話ですね。それじゃあね、せっかくさっきも熱烈に菊池さんからも話してほしいっていうね、いや、ありがたいね、あんなにね、あんなに好きになってもらえるとはね。いやいやいや、でもね、本当に僕も実際の生で見たことはないんだけど、はい、シン君でもほんとプロスケーターとして海外にね、もう、はいはい、どんもうなんだっけ、ツアーというか、大会か、大会とかね、うん、結構いっぱい行って、もう優勝とかもしてるような、うん、ね、そう、大会も行ったっすけど、あとはもうほんと向こうのチームに所属してたんで、うん、まあ、撮影したりとか、ね、はい、いろいろやってましたね。日本人初ですか。そうですね、アメリカのチームにちゃんと所属をして、そのカンパニーから出たこう、まあ、当時はビデオですよね、うんうんうん、ビデオの中にちゃんとこうチームの仲間としてクレジットされて、うん、こうちゃんとこう世界に発売されたっていうのが日本人で初めてだっていうことなんですけ ど、うん、はい、すごいですよね。いやいやいや、そしたら、まあ、そのしんくんの、まあ、さっき言ってた生い立ち、はいはいはい、まあ、どうやって僕の生い立ちをこの生い立ちっていうかこのね、こんな今ね、幸せ満載のライズで一から話すようなことではないんですけどね。で、スケートボードの出会いとかね、はい、やっぱこう、まあ、どういう風にこう上がっていったのかみたいなのか、やっぱなんかちょっと聞きたいですよね、まあ、そうですね、まあ、でも、まあ、みんなと一緒ですよ、うん、スケートボードに出会ったきっかけも、うん、本当にたまたま友達が持ってて、うんうん、遊びに来るところに持ってきたっていう、うん、ちなみにね、僕もね、小学校の時にね、実は一回スケートボードやってるんですよ。はいはいはい、まあ、僕大阪人なんで、まあ、大阪の
とあるもう田舎町で始めたんですけど、うん、でもその時のねスケートボードはあれでしたね、あのこう両方とも反ってなくて、はいはい、後ろだけ反って、そう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 、いわゆるもうなんですかね、飛んだりうんぬんというよりは、はいはい、うん、そう、やっぱりねこうブームがあると、うん、ある程度こう量販店とかおもちゃ屋さんにそう、そういうおもちゃのスケートボードが並んだりするじゃないですか。並んでた。でも簡単に言うと、もう僕がスケート始めたきっかけもブームなんですよ。ローラースケートが流行って、うん、みんながローラースケート乗りました、はいはい、光源氏そうそうそう、その後にスケートボードが流行って、みんながスケボーを始めましたっていう、うん、まあ、いろんなサイクルあるじゃないですか、子供の遊び、うんうん、たまたま僕はそこでスケートボードにガツンとはまっちゃっただけで、うん、なんでも良かったんだと思うんですよ。ただ僕はそれがフィットしたっていうことだと思うんですね、うん、はいはい、だからあんまり僕その、まあ、こういう場所で喋らせてもらうときに、うん、そのスケートボード楽しいからみんなやりましょうよみたいなことはあんまり勇気ないんですよ。たまたま思いっきりハマれるものが僕にとってはスケートボードだっただけで、はいはい、やっぱりそういうのがあるとやっぱいろんな世界が広がってくるんですよ。やっぱ菊池くんと再会できたりとか、うん、ね、こまちゃんとも、うん、ね、ひょんな縁でまた再会できたりするわけじゃないですか、うんうん、やっぱりそういうものを何かこうちっちゃい時に一個でもなんかね、うん、見つけることができると、うん、それはそれでなんかまた違った世界が広がっていくから、うん、素敵なんじゃないですかっていう、間違いないっすね。そっちの方が僕はどっちかっていうと、うん、伝えたいというか、うん、なんか突き詰めていくってことがすごいなんかね、まあ、楽しいから突き詰めれるし、そう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 、突き詰めていくとやっぱなんかねすごい同じように突き詰めてるような仲間がいっぱい出てくるんだよね。そうなん、そう、あの類は友を呼ぶじゃないですけど、うん、そのやっぱりちっちゃい時ってこの学校のネットワークとかしかないじゃないですか。ない。で、まあ、習い事とかも近いと思うんですよ、うん、その、うん、学校だけのネットワークじゃない友達ができるって、はいはい、多分子供の頃にすごい大きいと思うんですよ、影響が、うんうん、変な話、そのいじめられたりとか、はいはい、まあ、いじめたりとか分かんないですけど、やっぱちっちゃい時っていろんな多感なことがあるじゃないですか、うん、そうなった時にこの世界だけじゃないっていうものが、うん、あるのとないの、うん、そういうのがあるんだっていう認識があるのとないのとでは、うん、やっぱり全然違うと思うんですよ。違うね、うん、やっぱ自分の自信にもつながるし、うん、まあ、ある種のその逃げ場じゃないけど、うん、そんなちっちゃい世界の中にこう、うん、縛られなくても、うん、外に飛び出せばいろんな世界がもっとあるんだよっていうのが、うん、間違いないね、分かるじゃないですか、うん、だからそういう意味でやっぱりね、いろんなことやらせてあげたいなって僕自分の子供にも思うんですよ、うん、お子さん今いらっしゃるんですね。いますね、あそこにいますね、揺れてますね、ひょとんとした顔して何やってんだうちの親父はって顔しますけどさっき起きたばっかでね、そう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 、さっき僕完全に流しちゃいましたけども、ね、本当におばちゃんが思いっきり流しちゃったんですよそうそうそう、だから、うん、でよく聞かれるんですよ、やっぱみんなに、うん、僕がスケボーをやってるんで、はいはい、息子さんはスケボーやらせるんですかみたいなことをすごい聞かれるんですけど、うん、あんま別にないんですよね。どうしても息子をこうサラブレッドみたいにプロスケーターとして育てたいみたいな、さらさらなくて、うん、もう本当なんかこうハマってほしい、何かにハマってほしいというか、うん、それをなんつうんですか、こういろいろこう提案する手助けはしようかなと思うんですけど、はいはい、もうほっといてももう24時間、うん、それにもう向き合っちゃうぐらい好きになれるものがあれば、うん、もう何でもいいと思うんですよね。もうそれが、うん、なんだろう、職業としてお金になろうが、うん、ならまいが、うん、そういう問題じゃないというか、うん、間違いないですね。そうだからそういう部分では別にそうよく聞かれるけど、うん、自分の子供を同じようにスケーターにしたいっていう気持ちは全然ないですね。なるほどなるほど、うん、でもなんかやっぱこうハマってそこからなんかやっぱ仕事にまで行けたらもうそんな最高なことはないですね。まあそう言われますよね、よくね。それはでも、うん、まあ本当にラッキーというか、まあそれこそやっぱ、うん、人の周りのね、人の縁とか支えがなかったら、うん、まあ絶対できなかったんで、うん、すごい感謝してますし、うん、ただでもなんかね、そうなんだろうな、なんかでも苦じゃないぐらい好きだったんですよ、うん、スケートボードをすることとか、うん、そのスケートボードでこうね、本場のアメリカで向こうのプロと一緒にやりたいとか、うん、そういう思いの方がなんか強かったから、うん、だからそれをまあ親も結構止めたりとか、うん、なんか口出ししてしなかったからよかった、ありがたかったのかなというか、それ大きいですね、もう、うん、なんか見守っててくれたというか、まあ、やればみたいな、うん、
でまあやってったらまあ気がついたらそれが仕事になってたかなっていう感覚の方が強いんで。ちなみにその初めてそのアメリカに行ったのっていつですか？初めて行ったのは結構でも遅いですよ、19、20歳ぐらいですね。あ、19、20歳でアメリカ、はい、その時には、所属もしたんですか？そうなんです、アメリカに行ったことない中3ぐらいの時にもうアメリカでデビューしてたんですよよくわかんないでしょ。どういうことですか？どういうことですか？やっぱ映像がメインなんですよ、やっぱりスケートの世界も。自分の滑りをまとめたものをそのカンパニーからリリースするっていうのがまあメインの活動で、まあ僕ずっと国内で撮ってたものをたまたま海外から来たプロスケーターの人がこうお前いいじゃんっていうことでこうフックアップしてくれてチャンスをくれて日本で撮った映像を送ってただけなんですよ、それまでは。それが中2中23ですね、中3と高1の間の春休みにそれがこう世界で発売されたっていう。それもう中2でもう世界大会出てるようなもんじゃないですか、ある意味。まあそうなんか、まあでも、まあ、僕はアメリカ行ったことない、ね、相変わらずこうねスケボーが好きで、うん、いつもと変わらない仲間とビデオを撮ってただけだったんで、うん、ちょっとした戸惑いはあったんですけど、うん、でまあそんなことやっててもやっぱりそのまあ、当時、まあ、今信じられないかもしれないですけど今の人たちは、うんうん、メールないじゃないですか。ない、ね、携帯電話もないし。ないね。だから向こうとの連絡がどうしたんですか？国際電話か手紙何でしたっけ1分というか、まあ、10秒でもすんげえ高いみたいな。すんげえ高いっていう下手、ね、5000円ぐらいかかっちゃうみたいな。ちょっとだでもね僕中学生だからその電話で話せないからもうほぼもう向こうからの手紙次第なんですよ。映像送れってきたら送って。そうで結局そのチーム編成とかでその所属してたカンパニーのチームがこう解散しちゃうっていう流れの時にやっぱりこう日本にいる僕は置いてけぼりになっちゃうわけですよ。コミュニケーション取れないから。確かに。でしばらくこうあどうしようとこう行き場なくした時に日本のスケートボードの板とかを輸入している代理店の社長さんがいや新居もう一回渡航費出してあげるから自分でアメリカ行って、うん、同じようなチャンスをもう一回自分でつかみなよって言ってくれたのがきっかけで、そっからちゃんと初めてアメリカに。あ、それが19歳。そうです、行くようになった。うわー、そうです。すごい社長っすね。よく考えてるとすごいよね。すごい。それは俺自分の会社も持ってるけどそんな勇気ないもん ね中学生のガキンチョに、ね、もう君金出しちゃうから行っておいでよって。そうなかなかいないね。いやすごいと思いますよね。すごい大人っすね。いやもう感謝ですよね。その人のそういうのがなかったら多分その後こうまたね、うん、自分のキャリアをこう積み重ねていくことはできなかったと思うんで。素晴らしい、はい。なんかちょいちょい今話出てるんですね。例えば親がなんか何も言わなかったとか、なんかニコ玉でやってたけどなんかやってても別にその怒ってくる大人がいなかったとか、あ、そうですね、なんかいわゆる寛容だったっていうこととかって、うん、結構やっぱこう物事がこうどんどんなんていうのかな、どんどん突き詰めれるっていうか子供がこう、うん、なんかハマっていった時に妨害されるじゃないけど、なんか大体の場合って大人が止めるんだよね。そうだね、そうだね。いろいろ考えてると、でそれをなんか止めずにこう見守ってあげるとか、もうどっちかってプッシュアップしてあげるみたいなっていう感じの環境が整ってると相当伸びるよね、子供って。と思う。なんか本当そうなんだよね。親次第なんだよねやっぱりね。その手をかけるっていう意味じゃなくて、どんだけこうなんだろう、我慢できるかっていうか親が、ちょっと危なっかしく見えても、ね、自分の感覚ではそれどうなのって思うことでも、子供が夢中になっていることにどんだけ手を出さないで我慢できるかっていうのが、まあ俺も含めて今後の課題になってくるかなとはすごい思う。ね、うん、分かるな。いやなんか僕もね、そのうちの親もあんまり何も言わない人だったんですよ。言わなそうだよね。この仕上がり見たら分かるよね。いやでもね、でもね、僕言うてもなんかね、そんななんか成績が良かったとか、なんかができたってことじゃなくて、まあ、なかったんだけど、まあ、唯一ハマってたとしてはバスケットボールにハマってて、
でも小中高大一回社会人って言っても、まあ、いわゆるなんか公民館でやるようなそんなレベルだけど、うん、そういうのもやったりとかしてた感じで、うんうん、もうバスケだけはもうひたすらハマってたから、そういうとこも何も言われないしね、うん、夜な夜ななんか、ね、出てってなんかやりに行ってもね、うん、言われないやったし、うんうん、でその後なんか東京出たいだろうなんだろうって、ねうん、言った時とかも全然反対されなかったから、なんかそういうのを OK してくれた親はもう相当感謝だよね、うんうん、いやもうそれね、それを電話でつなげてお母さんに聞かした方がいいよね、今のね、本当だよねこれね本当お母さんありがとう大阪のお母さんありがとういやでもね本当、でもまあね人それぞれだからさ、うん、ね、どれがいい悪いとか言うつもりは全然ないんだけど、うん、なんかその なんだろうこうなんか簡略化しすぎてというかさ、こう、うん、なんだろうこう優先順位がさちょっと ずれるとさ、うん、窮屈になったりするじゃん、そのだ、ねうん、こうした方が合理的だから、うん、だから合理的じゃないようなやり方やめなさいみたいな、はいはいはい、すごい嫌なの僕は、はいはい、無駄なことの方が意外と大事だったりするっていうのがなんとなく経験で あるからずっと蓄積として、うんはいはいはい、なんかそういう言われ方がすごい嫌なのね、その、うんうんうん、あんたがやってることはお金になんないんだから、うん、そんなことやるなみたいなこと言う人いるじゃんたまに、うん、ドキドキドキ、いや俺が多分そのはい、はい、社会的に言われてたわけよ、うんはいはい、スケートボードなんかやってんの、ね、みたいな、うん、いつまでやってんのとか、そんなの飯食えないでしょ、ね、そう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 、うん、親は言わなかったけどね、うんうん、ただその周りがそういう目で見てんのとか分かったから、うんうん、なんかすごくそういうのに関しては窮屈だったんだけど、うんまあ、ただ辞める気もないし、うん、好きだったからね、うん、なんかでも逆にそれがだから反発心みたいになって、うん、じゃあちゃんとスケボーで飯食って、うん、お前らより稼いでやるよみたいな、うん、こう若いパワーがいい方向に向いたからまあ結局形としては、うんスケートボードのプロとして飯を食ってるって形に収まったんだとは思うんだけど、うんうん、ちょっとずれるとそれってやっぱこうさぐれたりするきっかけにもなりかねないじゃん、確かに、ね、確かに、確かにね、はぁみたいな、うん、うるせえババアみたいなさなんかね俺知らねえよじゃあ出てってやるよみたいになっても困るじゃない、うん、まあなったとしても最終的にね、うん、恩返しみたいなねことができればそれは素敵だと思うけど、ね、間違いない間違いない、いやなんかやっぱりうまく言えないけどいろんなきっかけあるけどどっちに振るかで結構変わってくるんだって思わない、うん、その、うん、東京に出るっていうこととか、うん、バスケをやるとか、うん、多分いろんな選択があったと思うんだよ、うん、だけどその時のやっぱ最終的なプッシュアップはやっぱ大人だよね、そのもちろん最終的に何ていうのかな、判断下すのは自分自身で間違いなくて、うん、なんだけどでもやっぱ言うても初めての体験しかないから、そういう、ね、なんか新しいこと始めるとか、うん、これでもう生きていけるか分かんない状態のまま突き進むなんてやっぱ不安でしかないから、子供なんてね、もう 20歳になってもまだまだガキだからね全然だ ね30超えてもまだダメだよね俺も38で40手前だけど、なんか40ぐらいになったらちょっと大人になるか なるかなみたいな、ね、もう大きい子供が喋ってますよみたいな感じでねこのね、こんなねもすいません二人しても穏やかな土曜日ね、すいません本当にもう好き勝手やっておりますけれども、はい、でも実際にやっぱこうそういうのを、まあ、そのさっき言ったジャッジするのジャッジというか決めるのは子供だとしても、うん、なんかその決めたものに対して、何も言わないっていうこととかの、うん、いわゆるそれって応援と一緒だよ ね、まあ、後押しだよね、うん、やっぱりそう、そうだすごいね、やっぱりそこだと思うんだよね、そうアグリしてあげるというか、うん、その子供たちの選択を常にこう、うん、なんつうんだろう、こうね、認めてあげるというか、うん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 、なんかね、そういう、まあ難しいかもしれないけど ね、いや実際に親になったらどうなんだろうとかって、どうな、俺なれるかなっていうのね、そう、俺、今そう、自分が親になって、うん、やっぱりそこはやっぱり親の気持ちが分かるとか言うじゃん、うん、子供が生まれると、うんうんうん、分かるよね、あそうそう子供の自分で言ったら今の意見が多分正しいと思うのよ、うんうん、子供にとってはそうやって見守ってあげるのが正しいと思うんだけど、うん、じゃあ実際自分の子供が結構思春期とかに危ういところでさ、うん、やってた時にこうぐっと彼の判断を待って信じてあげれるかっつったら、うん、結構相当試されるだろうなというか、自分をね、もどかしいだろうね、そうそうそう、あるなって思う。
それ例えば僕も普通にこう仕事してる中で、うん、例えば アシスタントがいて、あ、その関係も近そうだよね。なんかね、やっぱねこうすぐ怒っちゃうの俺本当にすぐ怒っちゃう、怒んなそうだけどね。全然もうめちゃめちゃすぐ怒っちゃうの。あ、そう。でもさっきもうまさにさっき僕ドキドキって言ったのは、あ、はいはいはい、そこか。そうなの、あの、いやいや、そんなこと、そんなやり方でそんな風にやっても効率悪いから、こう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 でしょうがって言ってすぐ怒っちゃうの俺。それね、でもさ、それでも仕事だったらしょうがないかなとも思うよね。難しい。だからそうやっぱ育てるってさ、さ、ただでさえさ俺らもまだガキガキなのにさ、そうそう、人を育てるなんてそんなおこがましいことができるのかっていうかさ、そうそうそう、思う。でもね、でもね、言ってることすごい分かるの。あの、なんかこうやっぱ我慢するっていう、ぐっとこらえて、そいつがチャレンジしてる、そのもしかしたら俺が思ってる以上のなんかを見つけ出すかもしれないみたいな、そういう我慢とかだよね。そう、そこまでこう我慢して手出さないでいられるかっていうのはやっぱりまあこっちのまあ勉強だよね。そうだね。いやもうほんとね、痛いですよ僕は。いやいやいやまさかのね、ズキズキって聞いてますよ。いやいやいや、みんな勉強だから ね、そこはね。まあでも適度に、でもね、まあ何も言わないのも良くないしね。そう、やっぱね、そう、怒ることは大事だよ、もちろんもちろん。ダメなものはやっぱダメだからね。本当にそう、ダメなことは怒らなきゃダメだけど、そのね、考えて何かを答えを出そうとしてる時にはやっぱこう信じてあげたいなっていうのはあるよね。そうだね、そう、待つってことも大事だっていうことだね。いやいい話してんじゃないこれ。いい、めちゃくちゃいい話してこれ。なんかね、昨日あの朝まで僕飲んじゃってたから、だからそんな声カラッカラ、そうそうそう、声ガラガラだし、ちょっと実際にあのさっきしんくんとあの、うん、あのしんくん、はい、なんかこう来た時にちょうど入ってきて、はい、あの喋った時とか、あの時ね、うん、まだね頭ガンガン痛かったさっきテントで寝てたもんね。そうなのよそうなの、そうなの。いやいやいや、いやいや、でもやっぱね喋るとね、うん、でテンション上がるなやっぱ。いやいやいや、こちらこそですよ、うん、それはもうね、うん。でちなみにじゃあちょっとあの話少し変えて、はいはい、あのね、あの、うん、出身というかあの、ね、ほぼ地元っていう風話で、ね、さっき口さんも言ったけど、十ヶ丘なんで僕、うん、はい、でね、ニコタマのすぐね、そこでスケートもやってたっ、ね、そうですそうです、はい。これちなみにこうニコタマのこのエリアって実際どんな感じだったんですか。いやもうね、ここら辺あの多分今日来てあの来られてるお客さんの中にも多分ちっちゃい時からここで育って方とかも多いと思うんですけど、うん、ここねずっとライズの向こうに向かって、うん、その双子のなんて言うんだろう、子供向けのテーマパークみたいになってたんですよ。へー。あのそれこそ映画館があって、うんうん、パターゴルフがあったり、はいはいはい、で冬はアイススケートリンクがあって、へー、で夏はプールみたいな、うん、で住宅展示場があったりとかして、ずっとこのライズの道沿い公園まで、うんうん、そういうエリアだったんですよ。へー。でそうで、うん、よく遊びに来てたんですけど、ちっちゃい時、うんうん、だんだんそれがこう少しずつこうなんつうんだろうね、閉園してって、うん、まあ、なんだろうって思ってたんですよ、うん、多分でもその時ぐらいからもうこのライズの構想が始まってたんだと思うんですよね、うん、僕思うに。もう20年25年ぐらい前に、うん、まあ、そこのエリアをもう全部再開発しちゃおうと、うん、ってやって、今こう長い時を経てもう俺が大人になって子供が生まれたぐらいに、まあ同じような設備の整った新しいこうねライズとして生まれ変わって誕生したっていう、そういう多分ね感じだと思うんですよね。なるほどね。もう完全もう町だもんね。いやすごいよ、なんか一個の商業施設というかなんか町だもんね。だってあそこのマンション住んでたらもうどこも行かなくていいでしょね。買い物できて何でもできちゃう。もうなんか普通にレストランもや、ね、外食もできて、そうそうそう、まあでもあそこのマンションに住める段階でもう何でもできちゃうと思うんだよね、経済的にはここじゃなくてもそう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 いやでもね本当にその、なんだろう、あの僕もねそのちっちゃい時はだから遊びに来てたんだけど、うん、まあその二十歳超えてからとかはあんまりその縁がない街というか、やっぱり渋谷とか原宿の方が楽しいから行ってたんだけど、まあ本当実際子供が生まれて、じゃあ嫁さんと子供と本当まだね3ヶ月4ヶ月ぐらいの時とか、じゃあまずどこ行こうかとってなった時に、やっぱり双子って本当に便利で、あの授乳室とかもそうだしね、エレベーターもあるし、あの本当に親御さんのことを考えられて、もう街づくり自体がちゃんとされてるから、うん、本当に便利で、もう使いやすい、やっぱ使いやすい、プライベートでも本当すごい来てますもん、うん、
あ、本当。え、それちなみに、はい、例えばそれって電車で来ることが多い？車？いや電車電車。電車で。うん。もう一本だもん。十分。そうだよね。電車降りてからとかってもう楽。のアクセスもすごい楽で、だってもう、もうえ駅と直みたいなもんでしょ、だってこれ。これね、高島屋もこっちも。うん。だすごい便利だし。うん。そんなにね、では要は変に歩かなくていいし、階段少ないしみたいな。でまあ授乳室とかね、うん、ちょっと休める場所もあるし、うん、その子供をね遊ばせてちょっと発散させれる場所があるわけじゃないですか、うん、屋内も屋外もね、まあ、すごいいいなと思いますね。いやー間違いないですね。まあ僕実際にまだね結婚もしてないから、うんうんうん、そういう感覚地までまだ行けてないけど、うん、やっぱそうやっぱ使いいいんだね。いい、すごいいい。あそうか、生まれたら分かるよ、うん、絶対分かるかな。うわしんくん言ってたと分かるわ、そこだったわみたいな双子超いいっすねって絶対言ってくると思うそんぐらいいいですよ。あいいねそれ、はい、ちょっと楽しみだなそれ、はいはい、うん、いや東京さんいい話してるでしょみたいな話でねどうなんですかね。よかったらなんかこの辺にねイベントパークみたいな感じでね、はい、スケートパーク作ってみたりとかね。あそうですね、なんかねそういうこともやりたいですよ ね。なんか広さもすごい十分にあるから、うん、結構そういうのもとかもいろいろできそうだよね、うん、そうだね。なんかこう体験型テーマパークみたいのを ねちょっと今度は太陽と星空さんにプロデュースしてもらって、ね、やってもいいんじゃないですかね。ね、このステージの脇になんか分からないけどハーフパイプみたいなのあったりとかね、うんうん、ちょっとそういうのあるだけで相当おもろいよ ねスケボーやら、うんね、スライダーやらスライダーやら、うんね、スノーボードやら、うん、そこさっきちょっと話したんだけどさ、うん、冬にさ、うん、雪引いて、あーね、そう子供用のスノーボードの体験会みたいのをバートンがやっててさ、うん、ねーそれすごいよね。すごいすごい、だからなんかもっとやればいいのにと思ってて。確かに、うん、なんかもうちょっと長めに置いてていいよね。どうだね、そういうの。そうだね、なんかスノーボードとかだと多分なんかこう運営する人がいてみたいなって結構あるだろうけど、うん、なんかもしかしたら、ね、常設みたいな感じね、うんうん、なんかその常設してていい、ねね、別に管理しなくてもね子供はやっぱ勝手に遊んじゃうだろうからね、そういう感じになってたらいいよね本当はね、うん、それもうねいつもそこでね問題になってくるのがね、怪我したらどうすんのっていう。あそれね、それねやっぱね、うん、それ分かるのよ自分の子供のこと考えると、うん、でやっぱりちょっと小松くんにこう24時間常駐してもらって、うん、子供が怪我しないように見てもらって、うん、もう寝てると思うけどねずっとね2日目で寝てるずっと飲んでるみたいなダメでしょ管理不行き届きで、ね、おかしいね。そう、まあでもね子供のね遊び場はねせっかくこういう、うん、ね、うん、駅ぐるみというか町ぐるみでねこんだけ開発がね、うん、進んでるところがあるんだったらもっとねこう、うん、そういう場所をいっぱい増やしてもらえたらね、うん、ありがたいなと思いますけどね。いや間違いないね。ちなみにあとニコタマ、まあ、そんな風に変わってて言ったらいいなと思うんですけど、しんくん最近のその活動っていうと、はい、どんな感じの活動を最近はしてるんですか？最近はでも、うん、相変わらずまあ、スケートボード、うん、プロスケートボーダーとして一応活動しつつ、うん、洋服のブランドをプロデュースさせてもらってて、はいはい、自分の会社で、うん、洋服作ったり、うん、今着てる服とかもそうですそうです、うんうんうん、作らせてもらったり、うん、あとはそのスケートボードの板、うん、板のブランドも、うん、やらせてもらって出ますね。あ、本当、はい、じゃあもうそこのデザインやったりとか。そうです、デザインプロダクトの企画をやったり、うん、あとはまあその PR というかうん、チーム単位でどういう活動をしていくかとか、はいはいはい、いろいろやらせてもらってますね、うん、はい、あなるほどね。もうあれだね、スケートボード尽くしだね。尽くし尽くし本当に尽くし、うん、ねえ、そうですね。だから、うん、これからはでももう少しなんだろうね、ゆとりを持ってとか長いスパンでその、うん、スケートボードっていうものをよりこう、うん、いい形で、うんうんうん、多くの人に知ってもらえるような、うん、何か形を作っていけたらなとは思ってますね、うんうん、でそれが多分さっき、ね、穴掘ってた菊ちゃんと一緒に、ね、まあ、企んでることにつながっていくのかなってところですけど、ね、うん、いや何が出るのか楽しみですね。ちょっと期待してもらえたら嬉しいですね。穴掘ったらなんか金塊出てきたみたいなねそういう番組あったよねバブルの時代になんかさ絶対に出ないやつ金塊だろう温泉だろう、そうそうそう、原油だろうね、そう出るわけねえじゃんみたいな、ね、そうそうそうね、始まりは出そうみたいなね、そうそうそう、振りなんだけどね毎回同じやん、 おそこでみたいなね、なんか一回 CM 挟むんだけど大体出ないんだよね。そうならないようにね、ちょっとねちゃんと形にしていこうと思いますよ。間違いないですよ、はい、僕もなんかそういうのもなんかご一緒できたらいい、嬉しいなっていう。ぜひよろしくお願いします本当に。うん、
いやいやいや、めちゃくちゃいい話ですね。大丈夫ですかね。いやもう相当話しました。あ、ちなみにいいなんか出てきましたね。あの2020年に向けて思うこと、それはあれですね、オリンピックのこと、ね、うん、そう、あのね、ちょうど本当にスケートボードが今オリンピックの競技になるかならないかっていうところまで来てるんですよ。そんなところで来てるの。一応入ってるんですよ、その、なんていうんですか、選ぶ中の競技の中の一個に入ってて、でそれがもし本当に実現するとまさにこう2020年の東京オリンピックからスケートボードがオリンピックの競技になるっていうところで、まだまあ分かんないんですけど、それちなみにその競技として成立するときって、いわゆるなんかスノーボードでいうところのハーフパイプみたいなことなのかな。また違う、ちょっと違うっすね。多分それともう一個そのストリートっていうのがやっぱりメインなんで、スノーボードでこうなんかこう、覚えてます、なんかいろんな技をやりながら下まで行くみたいな競技があったじゃないですか、あんな感じになるっすね。ああ、こう行ってこう行って、そう、なんか多分こうフラットにまあいろんな階段、まあ街を模したなるほどね、パークがあって、なるほど、ね、そこでスケーターがこう演技というかをするみたいな、うわー、それできたら面白そうだね。できたら面白いと思いますね。そうだ、その時に、まあ僕はもう年齢的に2020年の多分40超えてるんで、選手としては絶対出れないんですけど、こう解説的なところでぴょろっといいね、ぴょろっと出れればいいかなと。それめちゃくちゃいいね。ちょっと虎視眈々とそこのポジションを狙って2020年は、オリンピックの解説をすると。そうそう、それが夢ですね僕の、ね、いやできそうな気がするな。できたらいいな。いやいいっすね、はい、いやじゃあなんかそんな感じで、まあ2020年の目標を決めたことだし、はい、こんな感じでいいですかね。大丈夫です、はい、プロスケートボーダーの はい、岡田慎さんに来ていただいてですね、お送りしてきましたけれども、はい、なんかスケートボードだけっていうよりはなんかこう、うん、いわゆるなんか夢に向かうとか、なんか自分のなんか本当に好きなものを掴むっていうことが、なんか子どもの成長とか、なんか下手したらもう、まあ、人の成長にすごいつながるなっていうのをすごい感じるなんかトークだったなっていうのを僕は、いや、なんか振り返ってみるとちょっと偉そうですね、すいません。いや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 、恐縮です。何言っちゃったんですかもういやでもね、なんか見つけてもらえたら、ね、いつまでも子供の心を持ちましょうよっていう、そういう話ですよね。そうですね頑張ります、うん、はい、はい、いやいや、もう大きい子供のお話でした。大きい子供2人のお話でした。2人のお話でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。